皆さんこんにちは。2024年は初っ端から様々な出来事がありました。松本人志さんの性加害騒動、能登半島地震、歌手まふまふさんによるウルハルシアさんの誹謗中傷告発など、1月29日にはドラマ化で話題になったセクシー田中さんの原作者である芦原日奈子さんが自殺したことで、それらに並ぶ大騒動になりました。今回は芦原日奈子さんの自殺に関する歴史の意図をたどっていきましょう。芦原日奈子さんは1月26日自身の X を通じ、ドラマセクシー田中さんをご視聴いただいた皆様ありがとうございました。いろいろと悩んだのですが、今回のドラマ化で私が9話10話の脚本を書かざるを得ないと判断するに至った経緯や事情をきちんとお伝えした方が良いのではと思い至りました。この文章を書くにあたって、私と小学館で改めて時系列に沿って事実関係を再確認し、文章の内容も小学館と確認して書いています。ただ私たちはドラマの放送が終了するまで脚本家さんと一度もお会いすることはありませんでしたし、監督さんや演出の方などドラマの制作スタッフの皆様ともドラマの内容について直接お話させていただく機会はありませんでした。ですからこの文章の内容は私たちの側で起こった事実ということになりますと投稿。その上でセクシー田中さんは一見奇抜なタイトルのふざけたラブコメ漫画に見えますが、自己肯定感の低さゆえ生きづらさを抱える人たちに優しく強く寄り添えるような作品にしたいという思いが強くあり、ベリーダンスにまつわる方々の思いにも共鳴しながら担当編集とともに大切に描いてきた漫画ですと説明。ドラマ化にあたっては数話のプロットや脚本をチェックし、昨年6月上旬頃に同意したそうです。一方原作漫画は未完で結末も定めていないことから、必ず漫画に忠実にすること、ドラマオリジナルとなる終盤については原作者があらすじからセリフまで用意すること、場合によっては原作者が脚本を執筆する可能性もあること、この3つの条件を求めたそうです。芦原日奈子さんとしてはこれらの条件を提示することが制作側に失礼にあたるとも理解し、この条件で本当に良いですかと何度も確認したといいます。しかし毎回漫画を大きく改変したプロットや脚本が提出されていたそうで、芦原日奈子さんによると漫画であえてセオリーを外して描いた展開をよくある王道の展開に変えられてしまう、個性の強い各キャラクター特に樹里、小西、慎吾は原作から大きくかけ離れた別人のようなキャラクターに変更される、性被害未遂、アフターピル、男性の生きづらさ、小西と慎吾の長い対話など、私が漫画セクシー田中さんという作品の核として大切に描いたシーンは大幅にカットや削除され、まともに描かれておらず、その理由を伺っても納得のいくお返事はいただけないとのこと。形式上の許可さえもらえれば原作者の言うことなんてどうでもよいといった思想が透けて見える対応に、芦原日奈子さんは枠にはまったキャラクターに変えないでいただきたい、私が描いたセクシー田中さんという作品の個性を消されてしまうなら私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと訴え、なんとか過失修正、7話まではほぼ原作通りとなったものの相当疲弊したそうです。しかし8話から10話でも原作の大幅改変が行われており、特に9話10話の改変された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多く、ベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたので、当初の約束通りとにかく一度原作者が用意したあらすじセリフをそのまま脚本に落としていただきたい、また足りない箇所変更箇所意見はもちろん伺うので、脚本として改変された形ではなく別途相談していただきたいと小学館を通じ日本テレビへ申し入れを繰り返したそう。しかし状況は変わらず時間も足りなくなり、9話以降については当初の条件通り
原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方への交代を要望。最終的に結果として日本テレビさんから8話までの脚本を執筆された方は9話10話の脚本には関わらないと伺った上で、9話10話の脚本はプロデューサーの方々のご要望を取り入れつつ私が書かせていただき、脚本として成立するよう日本テレビさんと専門家の方とで内容を整えていただくという解決策になったそうです。投稿の最後に芦原ひな子さんは、なんとか皆さんにご満足いただける9話10話の脚本にしたかったのですが、素人の私が見よう見まねで書かせていただいたので私の力不足が露呈する形となり反省しきりです。漫画セクシー田中さんの原稿の締め切りとも重なり、相当短い時間で脚本を執筆しなければならない状況となり、遂行を重ねられなかったことも悔いてます。9話10話の脚本にご不満を持たれた方もいらっしゃるかと思います。どのような判断がベストだったのか今も正直正解が分からずにいますが、改めて心よりお詫び申し上げますと謝罪。しかしセクシー田中さんのドラマを楽しみにしていた視聴者は数多く存在していたようで、1話から8話とそれ以降で大幅に作風が変わってしまったことへの失望から、多くの人が芦原ひな子さんを非難し炎上。芦原ひな子さんは1月28日には攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいと投稿。芦原ひな子さんからの発信はこれが最後でした。翌日の1月29日、芦原ひな子さんが自殺しました。栃木県日光市の川地ダムで発見されたそうです。1月28日午後4時頃、関係者が警視庁大崎署に芦原ひな子さんの行方不明届を提出。栃木県に行っているとの情報があり、栃木県警と連携して捜索していたところ、29日に遺体を発見したそうです。現場からは身分証が見つかり、親族に確認してもらったところ本人と判明。自宅からは遺書が見つかっており、自殺を図ったとみられています。遺書は公開されていませんが、数行で行方をくらませた理由などが書かれていたと言われています。自殺を考えない人々にとっては自殺者の境遇や思いを自分のように理解することはできませんが、自殺する恐怖は自殺する勇気に勝る。それでもなお自殺を選ぶということは、明日に道を聞かば夕べに死すともかなりが冗談ではなくなるほどの尋常ならざる思いや願いがそこにはあったのでしょう。もし遺書が公開されることがあれば、芦原ひな子さんの胸の内も明らかになると思われます。これを受けて日テレはセクシー田中さんの公式ホームページに芦原ひな子さんの訃報に接し哀悼の意を表するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。2023年10月期の日曜ドラマセクシー田中さんにつきまして、日本テレビは映像化の提案に際し、原作代理人である小学館を通じて原作者である芦原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね、最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし放送しております。本作品の制作にご尽力いただいた芦原さんには感謝しておりますと記載。ただこのコメントに関して文春オンライン曰く、日テレ内部からも疑問の声が上がっているようで、亡くなったタイミングで我々は悪くないと言わんばかりのコメントを出すのは下劣すぎる。ドラマ制作部の連中が報道フロアに乗り込んできてこそこそと打ち合わせをしていた。幹部がこっそり公式コメントまで用意しており、訃報はプロデューサーやデスクもオンエアまで知らされていなかったのです。フロアではええーと悲鳴が上がっていましたとのこと。なおドラマの1から8話を担当した脚本家相沢智子さんのインスタグラムが改編騒動の前兆として再注目されていたといいます。最終回の第10話が放送された昨年12月24日、相沢さんは主人公を演じた木南遥さんとのツーショットを添えてこう告知していました。セクシー田中さん、今夜最終話放送です。最後は脚本も書きたいという原作者たっての要望があり、過去に経験したことのない事態で困惑しましたが、
残念ながら急遽協力という形で携わることとなりました。視聴者からはドラマの感想が多数寄せられたようで、4日後の28日にもインスタグラムを更新し、まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1から8話で、最終的に9、10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いしますと念押しした上で、今回の出来事はドラマ制作のあり方、脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからも頑張っていかねばと自分に言い聞かせています。どうか今後同じことが二度と繰り返されませんようにと記載。しかし芦原ひな子さんの投稿とは違い、これらの投稿には改変問題への言及は一切なかったため、芦原ひな子さんの自殺後はやっぱり許せないですね。原作者のあわら先生に謝ってください。喧嘩売ったくせにインスタのコメント欄だけ閉鎖して問題から逃げようなんて呆れる。日テレも同罪。あわら先生がいくら呼びかけても対応しなかったってどういうことなど、一方的すぎる物言いではないかという非難の声が殺到しました。その中にはセクシー田中さんの版元が小学館であることから、青山豪昌先生、日テレからコナン撤退させてもらえないだろうか、そのくらいのこと。小学館は日テレからコナンの版権引き上げるくらいの根性は見せてほしいところなど、名探偵コナンからの撤退を求める声もありました。なお一連の騒動後、これらの投稿のコメント欄が閉鎖されたようです。芦原ひな子さんの死亡が報じられた直後、日本テレビのホームページからセクシー田中さんや芦原ひな子さんに関する情報が削除されているとある X のユーザーが報告したことを週刊女性が1月30日に報じました。いわくこのユーザーはセクシー田中さん、芦原ひな子のワードで検索したスクリーンショットを公開しており、そこには番組ゼロ件、全ゼロ件と表示され、情報がヒットしなかった画面が収められていたそうです。女性自身は日本テレビ広報部に事実関係を取材したようで、セクシー田中さんのホームページや記事は削除していませんという回答をもらったとのこと。検索にヒットしなかったとされる理由については、特定のアドブロック利用の際に検索結果が正確に表示されない可能性がありますと説明したそうです。ちなみに週刊女性で疑惑が報じられている頃には、過去に配信されたセクシー田中さん関連の記事は閲覧できるようになったとか、芦原さんが亡くなったつい先日の件があっただけに胸が詰まりそうになった、日テレは最後にダイヤル伝えれば済むのかな、ここまで追い詰めたのはどこの誰だろう、 SNS 民が相手方をこぞって叩きに行ってことを大きくし、収拾つかなくなっちゃったことに追い詰められた可能性もあるのではなど、芦原ひな子さんの死を悔やむ声が多く上がっていました。またこの件に対して意見を述べているのは匿名の民だけではなく、東映や東宝などの各社社長も言及しているようです。松竹の高橋俊宏社長は、原作の素晴らしさを生かすことが大前提、今後もそのようなことがないように我々も気をつけることが原則だ。東宝の松岡弘康社長は、原作者の意向を尊重していかに映像化するか、その考え方がブレることはない、原作者と方向性が違う場合はコミュニケーションをとって互いにできる限り了解すること、それ以外で乗り越える方法は思いつかない。東映の吉村文夫社長も、原作があってそれを映像化する場合はコミュニケーションやどういう方向で映像化を進めていくかがより今後大切になると改めて感じているとコメント。角川の夏野剛社長も、自分たちは版権などを持っている作品を映像化することが多い、原作者さんの考え方などにも非常に毎回気を使っていますが、やはり今後も気をつけて映像制作に当たっていきたいと述べていました。そして大型インターネット掲示板である2チャンネルの創設者で実業家のひろゆきさんは、芦原さんの告白があった騒動の真っ只中の27日に自身の X で原作のある作品のドラマ化について
コメントをしていました。ひろゆきさんは芦原氏の SNS の投稿を引用して、電車男がフジテレビでテレビ化された時、最初に4時間ぐらいミーティングして方向性に関してきちんと話をさせていただいたので、好評のうちに終わりました。主人公がヒーローなのではなく、ネットの七子さんたちがヒーローだから成立した話であることなど説明したりと、やり取りに問題がなかった経験を明かしています。それについてフォロワーからは、芦原さんが伝えようと努力し、何度も何度も言葉を尽くし求めたがダメだったという指摘もあったようです。対してひろゆきさんは、間に入ってる人にいくら言葉を尽くしても、その先に伝わるとは限らないのですよ、直接話をしてみて相手の反応も含めて納得してもらうのが目的ですと、対面だからこそ伝わる場合もあると説明していました。各社が出した各々のコメントと比較すると、日テレが出したコメントは自己保身の逃げ腰だと言われています。というのも、日テレの情報番組ジップやデーデーミヤネ屋では根本的な原因を深掘りしようとせず、騒動の経緯が淡々と伝えられたからでした。デーデー MC の山里亮太さんが唯一日本テレビの方からもコメントとして出てたんですけれども、少し思うのは、万全な体制をこちらは取ってましたよというふうに取られてしまう、そう感じるような文言だったので、そうじゃなく、多分日本テレビももちろんこのことに関しては今から徹底的に動くんだろうなと思いますと言及するのみだったようです。終章優秀の美で締めましょう。今回辿った芦原日奈子さんの自殺に関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。